はい、どうも、セイディです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。さあ、今回はね、この周年キャラクターイグニス、戦闘力をぶち上げていこうと思います。まあ、できることはいろいろあるんですけど、そのほとんどをね、この動画で、今回ね、やっていきますので、戦闘力がね、どれぐらい上がるのかっていうのも見ていこうと思います。じゃあまずはね、今着てるイベントのね、衣装ですよね。衣装のイベント、服装ですけど、このドラキュラスタイルを今から取りに行きます。でこの内容がダメージ減少率プラス 5% なんで、結構強くなるよね。これ戦闘力も結構上がると思うの で見た目もね、なかなかいいし、早速じゃあドラキュラね、取りに行きましょう。イベントのね、これ400個貯めましたよ。団子400個ね。白い方はもう課金して取ってるんで、この赤い団子は、さっき400個貯まったんで、早速ね、衣装を取りに行きますか。どれや、これね、大丈夫やね、これ。よし、みたらし団子400個いきます。イグニス衣装ドラキュラスタイルゲット。よっしゃ、来た。さあ、早速じゃあ解放していきますよ。まあイグニス言うて周年キャラですからね、ダメージ減少率 5% 結構でかいし、どれや、衣装ありました、ありました、衣装ね。これね、ドラキュラスタイル A 級を解放、解放する前にちょっと戦闘力見ていこう。イグニスの今の戦闘力が125万6000なんですけど、これ解放することによってどれぐらい上がるか、126万ね、いきますよ。じゃあ、125万6000か、前は、解放しました。きたー、ドラキュラに変身。いいね、見た目かなりいいよ。うん、なんかエフェクトの色とか変わらないですね。なんか色変わるね、衣装とか結構あるけど、このエフェクトがね、赤くなったりしたらもっとかっこよかったんですけどね。まあまあまあ、でもいい感じですね。さあ、ドラキュラスタイル、来たことによって、お、戦闘力が2万近く上がってるかな。いや、1万7000ぐらいか。ダメージ減少率 5% アップしたんで、1万7000ぐらいアップして、今で127万3000まで伸びました。よしよし、じゃあ着せときましょうか、衣装ね。衣装を、使用しときましょう。いいね、衣装も変えたし。じゃあ次はね、ここですよ。これ宿命をね、解放しに行こうと思います。アンヘル14ね、先日スペシャルガチャで取ってるので、この宿命を解放すれば、攻撃力が 25% アップするので、基礎値からアップっていうことね。なんで、結構ね、1万か2万ぐらいは上がるんじゃないかな。で今僕のイグニスの攻撃力が45万8000で、戦闘力が127万3000ですけど、早速じゃあアンヘルね、解放しに行きましょう。これ解放することによって、どれぐらい上がるのか。これね、間違えたら終わりですね。アンヘル14で合ってるね。よし、じゃあこれを、うん、アンヘル14バージョン解放したー。はい、ありがとうアンヘル、いいね、ペロペロタイム。いいね、アンヘルちゃん、ペロペロタイム。よし、これでおっと、来た、宿命解放。攻撃力が1万3000ぐらいか。攻撃力が1万3000と、戦闘力は、1万ぐらいかな、これも。1万ぐらい伸びましたね。攻撃力と戦闘力がほとんど同じ数字ぐらいやと思いますが、だいぶ伸びてるね。攻撃力やっぱでかいな。これもずっと上がりますもんね。基礎値が上がるんで、まあ、この基本的なステータスをどんどん上げていくっていう感じなんですけど、なかなかいい感じですね。そしてまだまだこんなもんじゃないですよ。いや、むしろここからが本番ですね。このイグニス、星をね、上げます。星を、7にします。星7にすることによって、このスキル継承の裏捨てをね、ぶち上げれるんで、まあ、これがね、かなり重要なんですよね。で、継承キャラが今んとこ、春英と UR のイグニスなんで、結構微妙なんですけど、この UR のイグニスは、裏捨てをね、どんどん上げれますから、まあそういう意味では結構いいですよね。まあステータスを単純に上げるっていう意味ではなかなかいいので、この能力はね、投資効果によっていろんな効果を得るっていう効果なんですけど、結局この LR のイグニスは真空投資だから、この能力って得られないですよね。なのでステータスをほんまね、ぶち上げるっていうだけの、まあ感じなんですけど、まあそれでもね、やっぱ裏捨てをぶち上げまくったら、だいぶね、ステータスも伸びると思うので、継承ね、していきましょうか。ではまずは星から上げていきましょう。ついにね、イグニス星7にします。さあ、万能破片全部ぶち込もう。もうこれはもう決めてたことなんで、で万能も結構あるんでね、まあ、そんなに、別にこれ影響ないと思うんで、いきましょうか。これを交換して、さあ戦闘力は今
128万6000ですが、どんだけ上がるのか。さあ、星なら、いけー、きたー、ついに売らせて解放。戦力が、なんぼやこれ、3万は上がってないか。2万7000ぐらいね、戦闘力が上がりました。で、こっからが肝心、UR のイグニスのね、スキル継承をどんどん持ち上げていきます。じゃあ、まずは、売らせてから上げていきましょうか、UR イグニスね。今まで何回か上げているとは思うんですけど、そっからね、ちょっと放置して破片も置いてるんで、結構ね、最近4000枚ぐらい破片残ってたんで、結構上げれると思うんですけどね。どこや、UR イグニスは。UR、ありましたね、UR イグニス。売らせては、これね。あ、40、30、30まで上げてて、で、さらに4000枚破片残ってるんで、これをじゃあね、まず上げていきましょうか。どれ上げようかな。上が攻撃力で、真ん中が防御力で、下が HP なんですけど、まあ、まんべんなくいってもいいかな、これ。4000枚あるから結構上げれるかな。まあ、でも結構攻撃力も上げたいな。攻撃力大事っすよね。防御力は置いとこう。HP と攻撃力上げていこうかな。これでいこうか。攻撃力レベル80ぐらいまでいけるかな。結構破片も厳しくなってきたか。4000枚あったら結構上げれるんかな。これ、ピックアップガチャの件で、イグニスも出てきたよね。まあ、そのおかげでだいぶあるんですけど、あ、結構厳しくなってきた。結構厳しくなってきた。100枚かかるんか、これ。おー、レベル91までいったら次200枚かかる。さすがにちょっとしんどいんで真ん中に変えよう。これで真ん中にしましょうか。だいぶ上げれたよ、でも。こんな感じかな。あ、中途半端やな、これ。ちょっとこれも変えとこう。8枚変えて。よし、これでだいぶ上げれた。上がレベル91、真ん中がレベル74、下がレベル86ね。こんだけ上げたらだいぶ乗るんちゃう、ステータス。今継承してないんですけど、継承する前のステータスがこんな感じ。戦闘力131万4000、攻撃力が47万7000、防御力が13万9000、 HP が317万かな。まあ、これが一体ねどれぐらい上がるのかっていう感じですね。じゃあ継承していきますか。スキル継承、確かねラルフにつけてたんですよね、これ。あ、だからあれか、ラルフのステータスは下がるっすよね。まあしゃあないな。これをイグニス外して、でイグニスのこっち解禁しましょう。900台はかかるけど、こんなもん当然解禁や。よし、これで UR イグニスを、さあ継承いけ。うん、きたー、イグニスがイグニスを継承する。さあ、そして戦闘力は、おお、だいぶ上がってるんじゃないこれ。おお、だいぶ上がってるよ。戦闘力3万ぐらい上がってるよね。攻撃力とかも1万とかそのレベルで上がってるね。だいぶ上がってる。あ、ていうか継承先のとこから見れるか。こっちの継承の方から多分どれだけ上がったか見れると思うんで、下に出てるよね、これっすね。うお、だいぶ上がってるな。攻撃力が9100と、防御力が2200、 HP が8万6000上がってるね。これ結構でかいよね。やっぱ UR ってそのステータスあんまり上がらないんですけど、あそこまでレベル上げたらこんだけ上がるんで、なかなかでかいよね、これは。まあ、これが LR とかやったらもっとえらいことになるんですけど、ほんまにあの LR のね、ピックアップガチャの件でこのシオンとかね、攻撃力1万6000とかね、そのレベルで上がっていくんですけど、まあ UR やからしゃあないっていう部分はあるんですけど、それでもこんだけ上がるから、かなりいいっすね。で、戦闘力だいぶ伸びたな、イグニス。ちょっと具体的にどれぐらい伸びたかっていうのは、画像で比例してみましょうか。後で計算しておきますね。まあ、今回かなりね、やりましたよ。だから、ドラキュラスタイル、まず衣装を取って、で、アンヘルね、取って宿命解放して、で、星ならにして、裏捨てを上げていったっていう感じですよね。で、まだ一応ね、強化できるとこは、熱質改造とかね、まだあるんですけど、まあ、一応今回はね、こんな感じにしておきましょうかね。で、戦闘力で言うたら、10万近く上がったと思うんで、だいぶこれでイグニスがね強くなったと思います。もうほんまにね仕上がってきたっていう感じですね。で、あとは熱質改造とかね、そういうのをちょこちょこ仕上げていけば、もっと伸ばせると思うんで、もうほんまにねこのイグニスは、さらに強化をねしていきたいと思います。はい、では今回はこんな感じで終わります。で、本日生配信をねしようかなと思ってるんですけど、どうしようかな、 50% ぐらいかな気分次第でやろうかなと思ってます。で、今日やれへんかったら来週にやろうかなと思ってます。
まあ、それはちょっとね、まだ何とも言えないんですけども、もしやるんやったら、ツイッターとかでね、告知させていただきますので、もしよかったらね、ツイッターもね、フォローしてください。概要欄にツイッター飛べますんでね、あとよかったらチャンネル登録もお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。